はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。統一地方選も残り、木金土3日ですね。地方議員がお国のためにできることを、所属する自治体の外国人生活保護の国籍別件数や割合を調べる。こんなのは一般人とか住民が聞いても教えてくんないもんね。その場所のホームページも載ってねえしね。外国人の国保税滞納の国籍別件数や滞納率を調べ公表すると。まあ問題提起ですよ。これ二つともですね、私が議員時代にやったことなんですけれども、生活保護の割合なんですけれども、豊島区はなんと、日本人の方が高かった。日本人の生活保護は、その 2% ぐらいなのに対して、外国人は 1.何% でした。これはですね、豊島区が一人暮らし高齢者の割合が日本一高い。多分世界一。世界一一人暮らしの高齢者、65歳以上が多いっていう特殊な場所であったので、そうなったのは、たまげることにアメリカ人が、一世帯が生活保護を受けてました。アメリカ政府なんとかしろよ、バカ野郎。なんで豊島区が、面倒見なくちゃなんねん。外国人の国保税滞納率は、豊島区は、なんと 53%。もう制度として破綻してますよ。これね、豊島区学校がいっぱいあって、留学生がいっぱいおってですね、まあ2、3年で帰る人、そういう若い連中はまあ病気にもなんねえし、病院にも行かねえから、まあ大丈夫っつって踏み倒していくのかな。で、踏み倒された累積が3億円弱という数字が出ました。これをですね、日本改革党から当選できた議員にはやってもらってですね、まあ問題提起してもらう。議会で外国人生活保護に反対するって演説してもらう。あと私これ、やらないっちゃったんですけれども、コラボとかが出てきてですね、成果の不明瞭な委託事業、補助金事業を調査し、疑いがあれば糾弾する。これどこの区でも、どこの市でも、あんだねえの、ちょっと疑ってんですけどね。議員調査権という権力を振るってですね、やってもらうと。この10名が、立候補中であります。立候補3日で、日月火で5箇所回って応援に行ってまいりました。さすがに今日は疲れちゃって、ちょっと休ませてもらってんですけど、木金土で5箇所回んないとな、思っております。浦安市、佐川信行、大田区、高杉康二、北区、佐藤圭介、江東区、藤川博明、越谷市、辺見正隆、世田谷区、長谷川誠、豊島区、斉藤俊彦、富士見野市、安倍俊文、水戸市、石井健一郎、南足柄市、畠山隆弘、何卒ご投票のほどよろしくお願いいたします。各地区にお知り合いの有権者いらっしゃいましたら、お声掛けください。よろしくお願いいたします。木村事件を受け自民党、総理は地上ではなく、街宣車の上で演説させるよう全国の支部に通達。総理演説はやめない。民主主義の大切な活動の一部である、世耕参院幹事長言っておりました。一般反応です。余計狙いやすくなってない。すぐ逃げられないのでは。法を見たくショーケースに入るのか、総理が来た、じゃあ投票しようってなるのかな。演説パフォーマンスやめれば、わからんでもないですけど、ボーガンとか使われたらどうすんだろうね。あと弓道部の、弓道部関係、今、鶴音の、なんとかっていうアニメやってますけど、弓道部の話ね。弓道部には無力な気がすんな。まあね、和弓みたいな、でけえの持ってたら目立つでしょうけれども。防弾ガラスで囲まれたですね、ローマ法みたいな総理演説専用車でも用意するんでしょうか。なんかビビりでちょっとみっともないような気がしますけれども、そんなだったらかえって演説せん方がええですね。これね、自民党さんの演説、街頭演説って、あれなんですよ、票を得るためのもんじゃなくて、支持者、支援者、サービスなんですよ。街頭演説で、一票も増えねえ。
支援者に対して、あ、おらんとこにも来てくれたっていうお礼参りなんですよ。ですんでね、日本改革党みたいな、あの支援者獲得したい、投票してくれる人獲得したい、みたいなとこは、まあ、演説、あの、長々ぶってるよりも、ポスティングしたりであるとか、した方が、まあ、早いんですけどね。総理は就任するときにですね、みんなですね、覚悟してますと。私は覚悟してます。私がどうなっても、残ったものはテロに屈するねって、あの、誓うようにすれば、ええんでないの。男子の本懐でしょ。言いたいこと言って刺されるのは男子の本懐でしょ。総理、日本国総理ともなれば、そのぐらいの覚悟を持ってやってくれた方が。で、こういう先生、したことを公表すれば、そのテロリストもですね、テロ予備軍もですね、あ、こいつを何とかしてもどうにも変わんないんだな、諦める、そういう効果があるんじゃないかなんて思います。木村の爆弾、結構な殺傷力だった。破片が60メーター先のコンテナの壁にめり込んでいた。なんか筒の、あの、蓋みたいなんですけども、一般判です。誰にも当たらなくてよかったなぁ。いや、70代漁師さんが怪我してる。テレビは爆竹だ、発煙筒だって擁護してる。殺人未遂事件確定だな。十分な威力なんで罪重くなるだろうな。一般人が死ぬ可能性だったの。すぐに爆発するように作ってなかったところに自分は助かりたいという甘さを感じる。ワイドショー、発煙筒に過ぎないであるとか、釘や鉄球が入ってないので威力は弱いとか、なんとかね、あの、矮小化しようと必死であります。呼ばれた自称武器専門家はですね、台本通り喋って、後で恥かくパターンですね。殺傷力が低いのは本人も分かっていたはず。お前のことだぞ、津田哲也。誰って感じなんですけど、何あんたっていう感じなんですけど、今テレビが恐れるのはですね、木村はテレビが作ったって言われることかな。安倍が、坪が、世襲があって、丸岸、量産型安倍側なんですけどもね。文春オンライン、母思いの青年はコロナで変わった。首相襲撃の爆弾男、木村隆二容疑者24歳がギターとガーデニングの日々で測った暗殺へのカウントダウン。将来の夢は発明家とパティシー。なんつう記事を出しちゃって、なんか美化してますね。一般判断です。だからテロリストを改造みたいに報道すんなよ。ただの犯罪者。家族に大迷惑かけて何が母思いで。かわいそうなら総理に爆弾投げつけてもいいのかい。理由はどうあれ、テロを正当化すんな。コロナの影響は日本中だろうが、誰しもが我慢してただろうが、かわいそうなら、不遇なら、爆弾投げつけていいってことにしようとしてないか。ああ、文春本社は母親思いだったら爆弾投げつけても許すのかって話。本当に母親思いだったら親に負担かけないで引きこもりやってねえよ。経済的な負担かけてんじゃん。ちゃんと働いてんじゃねえの。本当の母思いだったら、記事が売れれば何でもいいから、ゴミって呼ばれるんですよね。木村のツイッターが発掘されておりました。フォローゼロなのは C 和夫と同じでして、人の意見を一切聞かないっていう固い決意の表れですね。世襲が流行る、はびこる原因は300万円もの供託金。庶民は立候補できず、民主主義は崩壊する、などと書かれていたそうであります。一般判断、世襲イコール絶対悪という刷り込み。自分で世襲反対党でも作ればよかったやん。有権者が世襲を許容してんだ。文句言うな。300万円は無理でも、30万円の市議や町議から地道に始めようって考えはなかったのか。暴力で法を変えようとすることは許されない。300万円用意できないほど能力ないなら国会議員は無理。真面目に政治活動したら供託金ぐらい支援してもらえるだろう。供託金なくして年齢制限下げたら当選できると思ったバカ。この主張まんま民主党執行部プラス有田芳生だぞ。庶民は立候補できず民主主義は崩壊するって、それを暴力で解決しようって自ら民主主義を全否定してて、恐るべき幼稚さ、恐るべき頭の悪さだな。頭が悪くて幼稚なのが自業自得で不遇。
例えば働かないであるとか、金がないとか、モテないとか。で、パヨルっていう鬼女、なんでしょうか。左翼は甘えって前々から私言ってますけども、幼稚なんだよね、左翼って。全くの幼稚。鬼女っていうのは、まあ、仕組みとかシステムとか、そういう順番でとか、こういう、これがこうなってこうなってこうなるからこうなるみたいな、そういうあの単語ですね。世襲イコール絶対悪はテレビに刷り込まれたのかな。菅直人もですね、あの散々世襲を非難しておりました。自分の長男を擁立した時にですね、そこをあの突っ込まれると、最適な人材が、たまたま息子だった。と、言い訳。バカなのかな、バカなんでしょうね。左翼は甘えと。有権者が世襲候補に投票するんだから、それが民意でしょうが。世襲でもあの、本人がダメなら選ばれませんよ。和歌山でですね、あんだけ権力持つですね、二階俊博の長男は、傲慢って評判で、県議選も市長選も一回も当選してないですよ。むしろ世襲なら、出自が明らかで、縁でないの？戸籍公開と同じ効果あんだねえの？これ。前原誠二なんかはいきなり本人から始まるんですよ。ウィキペディアが。親とか兄弟とか一切書かれてねえの。千代田区議だった内田なんとかっていうあの自民党議員、も本人から出現するんですね。靴沢は五代前の靴沢九太郎まで、久太郎って読むかもしれない。まで、あの、公開しました。あと、蓮舫だの辻元の、いつから日本人のあんたらっていう不明な連中も、大勢いますしね。山口2区衆院選、安倍総理の甥、岸元防衛大臣の子息、岸信千世リード、家系図公開して、パイを発狂してましたっけね。悔しかったら、あの、自分らも公開すりゃええのにね。できない。なんでっていう話なんですけど、一般あるんです。家系図炎上の人か、左翼また負けたんか、家系図出さなくても圧勝だろうな。立憲候補、菅直人が応援に来て差が開いたそうだ。あはは、逆効果。あさっては鳩山が来るらしい。逆効果。世襲でも、パヨよりなんぼがましって認知だろう。パヨは民意に従い。テレビがいくらパヨ候補を応援しても無駄なんだね。世襲でもパヨ候補よりマシと。本当にそういう認知になってるかもしれないですね。森掛桜と小西文書で散々国会の時間無駄にして何の結果も出せなくてね。応援に入った福山哲郎、辻元、蓮舫が演説した内容はですね、安倍がーだったんだって。今更、安倍がーだったんだって。ダメだこりゃ。千葉5区立候補中のエリ・アルファイ、アルフィア。この人はあの、エリっていうのが名字だったんだって。びっくりした。名前がと思ってた。女性衆議院議員は 9.7% で、世界168位で、大変低い吠えておりました。だからなんだってんだって話。一般判です。言ってることが蓮舫。決して謝らない。逆切れするのも蓮舫。なんで自民党にいいんだろう。立憲か共産にふさわしい人物。女性がってやたら言うけど、逆効果だぞ。女性が少ないという多様性を認めろ。それも選挙の結果だろうが。芝木隊が応援する人材。任期ギリギリなら、衆院選は3年後ぐらいですかね。2026年とかかな。こいつの票を割るために、千葉5区に離婚すかな、私な。その時まで生きてたら。まだ34歳で、当選続けて3期12年も務めたら、次は大臣の目が出てきて、非常に危険です、こいつ。そうなる前に、なんとかしないとね。女性議員 9.7%。それが有権者の選択なんだから、選挙の結果なんだから、文句言うなっつうの、この共産主義のバカ女。まともな人は、家庭平等、パヨは結果平等を望むっていう恒例ですね。女性議員を 25% にしようっていうクォーター制度、なんつうのも、ありますけれども、ダメっすかね、全然。これ、有権者の意思を、無視することになってしまう。男性議員より、得票が少なかった女性議員に下駄吐かせて増やそうっていう話だから、有権者の、投票を無効化する民主主義の崩壊です、これ。民主主義を憎むパヨは、分かっててクォーター制なんかご利用してますけれども、男女平等、男が出産できる日が来るまでね、平たく等しくなるわけねえでしょ。文句言うな。あとね、投票の結果を受け入れろ。受け入れらんねえのは共産主義者だからと。このエリは、という、私の説ですね。というわけで、立候補中の日本改革党地方議員候補、皆様投票よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。